皆さんこんにちは、ティユです。さあ、新生活の始まった方、リズボクで汗をかいてリフレッシュしましょう。今回のリズボクチャンネルは、プロの姿勢矯正師から見るリズボクの世界をご紹介します。今回お話を伺うのは、姿勢矯正師の井上さんです。井上様はリズボクで体を絞ることはもちろんですが、さまざまなレッスン全てが機能的に考えられているのがとてもいいとおっしゃっていました。もともと筋トレが大好きで、その筋トレを20年ぐらいずっと続けていたんですが、30を超えてからちょっと代謝が下がってしまって、94キロぐらいまで太ってしまったんですね。ボクシングとか格闘技が大好きだったもので、それでリズボクを選ばせていただきました。音楽にこう合わせて、ハードにしようと思えばどこまででもハードにできるというのが一つ魅力です。姿勢という観点から見てもすごくこれは姿勢が良くなるエクササイズだと思うんですね。機能的な体作りというのにとても役立つんじゃないかと思います。お家にいる中でもなかなかちょっと通えないなという方でも、肩甲骨をしっかり動かすという動きが、できますので、やってみてはいかがなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。それではテレビの前の皆さんも一緒にやってみましょう。1アップ2アップ3お腹をへこます。アップ4アップ5アップ6アップ7アップ8アップ9アップ、肘をつけて、ラスト10オーケー。さあ皆さん、今日の動きで姿勢良くしていきましょう。今月のテーマは背中です。皆さん毎週チェックして背中美人になりましょう。さて、リズミックボクシングでは400を超えるトレーニングをオンラインで配信しております。気になった方はぜひ QR コードチェックしてみてください。それでは来週のリズボクチャンネルをお楽しみに。入会金無料、2ヶ月で痩せる2ヶ月会員募集中。まずは無料体験してみましょう。この道30年、スタジオでお待ちしてます。